鈴木浩介憧れの西田敏行との初共演で耳鳴り、聞こえてこないんです、セリフが。俳優、鈴木浩介、49、が19日、フジテレビ系、ノンストップにおいでえ。西田敏行、76、との初共演時、耳鳴りが起こったエピソードを明かした。鈴木は、劇団青年座研究所に入所後、1997年に劇団青年座に入団。憧れの存在だった西田が入団していた劇団だ。鈴木は、僕、西田さんの劇団に入れてくださいって電話して、そのまま研究生になって、そのまま劇団に入っちゃう。ぽっかけで、みたいな感じで入っているんですねと明かした。西田とは、劇団を辞めた後にドラマで初共演、耳鳴りになっちゃって。嬉しさと緊張で、聞こえてこないんです、セリフが、舞い上がってと話した。耳鳴りが止まないため、口の動きで何を言っているのかを見る、みたいな。最初の共演の時はキーン、みたいなと大変な現場になったそうだが、そういう経験をさせていただいた本当に大切な先輩ですと語った。また、西田には直接思いを伝えたという、初めてご飯に誘っていただいて。飲みすぎちゃって、お手洗いしている時にファンだったんですって言ったら。西田は、ファンもありがたいんだけど、これからは同じ舞台に立つ仲間だから、よろしくね、と。追っかけてきた人を間違っていなかったなと。これは本当に思い出ですね、と振り返った。鈴木浩介、鈴木浩介、1974年11月29日からは、日本の俳優。所属事務所は SES カンパニー。妻は大塚千尋、1。福岡県生まれ、青山学院大学経営学部経営学科卒業。大学では青少年研究所に入学し、1997年に劇団青少年劇場に入団。劇団の若手団員として活動し、2004年に退団。その後は主にテレビドラマに出演。ザ・フラウドゲーム、福なる役で出演。狡猾な性格と、人の心に届く一言の数々で有名。このキャラクターは、テレビシリーズのこれまでの役とは大きく異なります。キノコ頭と黒縁メガネが特徴で、主に大声で暴言を吐く。だから、福明というキャラクターは、すごく疲れているとも言いました。詐欺ゲームの出演が反響を呼び、詐欺ゲームと同枠で放送された単発ドラマ、詐欺ゲーム現代に出演、監督、脚本など、すべてデセプションゲームと同じ、福名によく似たキャラクター、前田隆がまたもや視聴者に深い印象を残す。バテンション、第4話ではテレビ局のディレクター役を演じる。偶然にも名前は、ザ・フラウドゲームの福永と同じ。